平成29年11月21日、下町台東産業賞の表彰式が行われました。下町台東産業賞では、台東区の産業の活性化と地域の発展に貢献されている企業を表彰させていただいております。本日の受賞を機にさらなる研鑽を積まれ、本区産業の発展に一層のお力添えたまりますようお願いを申し上げます。今日受賞されました皆様方が、台東区のまた産業のリーダーになっていただいて、台東区全体の産業のレベルアップしていただければありがたいなというふうに思っています。記者は台東区の産業の活性化に大きく貢献されました。引き続き表彰状の授与と記念品の贈呈が行われました。今回表彰されたのは区内の4つの企業の皆さんです。歴史のある企業というのは伝統を守っているというふうに言われておりますけれども、実は伝統ある企業こそ革新をしているというふうに我々は見ております。ぜひ、そういう力をもっと発揮していただいてですね、多くの企業をご指導いただくというか、経済力競争力を持っていただく、これこそが我々にとっての将来の望みではないかというふうに思っております。それでは今回受賞された4社をご紹介しましょう。株式会社土手加藤材木店は明治26年、台東区浅草で材木店として創業しました。木材や住宅資材の卸を行う会社として代々受け継がれてきましたが、5代目である現在の代表取締役加藤明久さんが建築業に転身されました。もともとは、材木の卸ですよね。工務店さんとか大工さんに、卸してたってことなんですよ。あと住宅資材ですね、建材とかですね。で今は戸建て住宅の、設計と施工を主に手掛けてる会社です。後数は少ないんでしょうね。少ないんですけど、やっぱりそういうような家に住みたいという方は必ずいますよね。必ずいます、そういう方がうちの方に問い合わせてくるというのは形でしょうね。そこは差別化というわけじゃないんですけど、木を使ってもらいたいということで、なんで単純に言うと、ですからうちも別に工務店業やらずに普通の材木屋でやってれば越したことはないんですよね。ただなかなかこう材木を使っていただけないんで、それじゃあ自分で材木使えるようにこう持っていこうかなと今やってる次第なんですけどもね、生まれ育った時から木に囲まれてたっていう形あるんですね。小学校中学校学校から帰ってくると作業場で大工さんがこうね作業してて、そこで皆さんに遊んでもらったりして、鬼ごっことかやるとおじいさんに怒られたりなりしながらね、そういう思い出があるんで、やっぱり生まれ育ってそういうような環境に育ったんで、木に対する愛着というのはありますよね。当然木の良さを分かっていただければそれでいいんですよね。ですから普通の家でこう例えば家具でもこういう木を使ってもらうとか、そういう形でもいいんですけどね。木の家作りをした中でやっぱりその住む中で家具って結構重要なんですよね。殺風景の中でもその家具が一つなんかこうおしゃれなことがあるものがあるとこう気分が和らぐとか、あるんですよね。やっぱ木のぬくもりがあるんで、そこを、家具屋さんではないんですけれども、うち の職人が大工がですね手作りでこう作るっていうことにこだわってやってるんですけどね。家を全般を土台費から全部行うやった大工がまた竣工間際にそのお客様が使う例えばダイニングテーブルとかカウンターテーブルとかそういったものをこさえてですね納めさせていただくっていう形をとってるんですけどね。教育歯車工業株式会社は昭和33年
日本のスタンダードストックギアのパイオニアとして起業しました。現在ではおよそ5000点の歯車を扱っており、日本だけではなくシンガポールにも拠点を置き、東南アジアをはじめ海外にも代理店を設けています。創業は昭和33年にですね、台東区小島町で、祖父と祖母が2人で会社を起こしたのが、スタートになっております。で、当社の特徴としては、当時は歯車に関しては一品一用で図面を書いて、でその都度こう歯車屋さんに、作ってもらわなきゃいけないということで、こう入手するのに時間がかかってしまう部品だったんですね。そういった歯車を企画化をして、型番でですねチョイスしていただけるような商品になれば、歯車屋としてですねやっていけるんじゃないかというようなアイデアがあってですね、創業したというふうに聞いております。こちらは当社の商品カタログの中に B-BOX という商品があるんですけれども、力を90度方向に変えることのできる歯車のギアボックスです。これは2010年にグッドデザイン賞 G マークの方をいただくことができた商品なんですけれども、シンプルな設計でですね、このままお客様が機械の中にセットすればお使いできるいただけるという商品で、30年経った今でも好評でですね、今でも多くのお客様に使っていただいているものになっています。やはりその時代の流れ、車もそうですけれども、いわゆるメカ機構からいわゆる電気の方に変わっているという時代背景としては間違いなくあると思います。一方で、歯車でしかできない動きというのもありますので、今までとは違う新しい歯車に対するニーズというのが増えてきているのは事実です。特に今ロボット、非常にこの各メーカーさんロボットの小型化ないしは小型化にするんですけれども、性能をいいものにするというようなことを各メーカーさん一生懸命やられています。そういった中で歯車も小さいけれども精度が良くて耐久力のあるような歯車というニーズが非常に増えてますので、そういった意味では特に我々歯車でも小型の歯車を得意としてやっておりますので、新しいニーズ、新しいお客様というのはここ数年増えてきているというのが現状になっております。すき焼き、しゃぶしゃぶ、牛肉佃煮などで知られる浅草今半は、明治28年に牛めし屋として創業。以来、牛肉にこだわって伝統の味を守ってきました。初代が岡山の方で仕事をしてまして、それでこれからの時代は牛肉だということで、岡山が出てきまして、その今の家業を始めたっていう感じですね。それでは早速おいしいすき焼きの調理手順を見ていきましょう。最初に肉を焼くのがポイント。牛脂を引き、特製の割り下を注いだ鍋で肉がふっくらするまで焼きます。野菜入れていきます。次に肉のうまみが出た割り下に野菜、焼き豆腐、白滝などを入れます。肉と野菜を交互に焼くことで野菜の水分と素材のうまみが染み出します。美味しそうですね。浅草今半の商品はすき焼き、しゃぶしゃぶだけではありません。牛肉佃煮やお弁当も扱っています。平成13年にデリバリーの弁当をやろうということで、テレビ局とかですね、そういうところのロケ弁ですか、始めまして、それが今は病院さんとかですね、スタッフさんが食べていただけるようになりまして、今19店舗ほど佃煮以外にお弁当専門の販売店を営業しております。今まで高級ブランドが少しこう違う部門のお弁当で、数が500とか1000とか、売り上げも上がって、それがいろんな番組とか
お客様に気に入られて、そういうお弁当の展開を始めたのは平成13年なんですね。それがなければ、そのお弁当の発想がなければ、今ここまで会社が持ちこたえられなかったんじゃないかなと。時代のニーズに合わせて、さまざまな新機軸を打ち出す浅草今半。次はどのような展開をお考えなのでしょうか。まあ、今の社内でも海外進出をやろうかということで、いろんな条件がありますので、それをクリアして海外に出てきたいということも考えております。最後にご紹介するのは、明治時代より和装用紙飾りを扱ってきた株式会社アート商会安藤です。代表取締役社長の安藤貴博さんがご出張のため、会長の高光さんにお話を伺いました。ルーツはね、明治末期だと思いますね。もう和装の時代ですから、和装の髪飾りとか和装雑貨ですね、はい、それとやっぱりうちのルーツは花ですから、造花ですね。それはもうルーツですから、それは大切にしてますね、はい、今でも一生懸命作ってます。アート商会安藤は長い間伝統工芸品を扱ってきましたが、現在では国内にとどまらず、海外にも製造と販売の拠点を広げています。もう私が専務の頃に開拓しまして、最初は台湾からですね、台湾韓国から出発ですね。で、中国に会社を作った時が向こうで販売する拠点を作りましたね。それは2007年です。で、2007年の4月28日にここに会社を作って、で、その次の月に中国のイオンさんに第一店舗出しまして、で、12月に8日間で5店舗作りましたよ。で、それが販売の拠点ですね。日本と中国という離れた場所にいて、製品管理などの点で不都合はなかったのでしょうか。それはね、今もう WeChat とかチャットがありますからね、携帯で、これは日本よりか中国人は進んでますね。向こうのスタッフが携帯で WeChat で写真を撮って、ですぐこちらに送ってきて、これでいいですかとか、色はいいですかって、形はいいですかっていうのはもうすぐ確認できますから、本当便利ですね。平成26年、高光さんは代表取締役を辞任し、息子の高博さんが社長に就任しました。高光さんは新社長にこの会社をどのようにしてほしいとお考えなのでしょうか。これからね、私今もう67になりましたからね、もう高博の代にどんどんもう移乗して、ね、私はまあ気がついたところはアドバイスするぐらいで、自分の行きたい方向に行かせるのが一番だと思いますね。まあ、やっぱり見守るような立場になっていくんじゃないですかね。我慢してその見守らなくちゃいけないんじゃないかなと思いますね。ついつい何か、いや、もう出さないんでね。今回、下町台頭産業賞を受賞した4つの企業、それぞれが伝統を守りつつ新たな分野に挑戦していく革新性を持ち合わせていることが伺えました。台東区の産業をリードするこれらの企業が、これからも台東区の未来を築いていくことでしょう。